どうもきみまるです。いつも動画をご視聴いただきありがとうございます。今日はですね、先日発表されたこちらのソニーのレンズ交換式 Vlog カメラの新モデル ZV-E10 を紹介していきます。こちらソニーさんから先行レビュー用にとねお借りいたしまして、実際にね使って試してみたので、使用感なんかをねレビューさせていただきます。こちら使ってみた感じを一言で伝えるならば、初心者でも簡単におしゃれな動画とか写真が撮れるミラーレス一眼カメラといった感じです。ペットの撮影とか友人とか家族とのね思い出の記録にもおすすめなカメラだと思います。普段使いがしやすく、さらにねおしゃれな動画とか写真も撮れるってね、そういったミラーレス一眼カメラですね。こちら Vlog カムと銘打ってるだけあって、動画のね撮りやすさは特筆すべきところなんじゃないかなと思います。ソニーの Vlog カムといえば、昨年発売されて今もね大人気の機種の ZV-1 っていうのがありますけども、 ZV-1 にはスイッチ一つで背景をぼかしてくれる背景ボケ切り替え機能とか、あとこうね僕のように YouTuber がこう商品をカメラの前にかざした時に瞬時にピントを合わせてくれる商品レビュー用設定とか、あとはね美肌モードといったおしゃれで綺麗な絵を撮りたい時に簡単にそれを実現してくれる機能っていうのがねいろいろ備わっています。あとケーブル1本でウェブ会議のカメラとして使える機能なんていうのもね追加されましたね。でこちらの ZV-E10 はそれら ZV-1 の魅力的な機能を引き継いだレンズ交換式のカメラになります。これ今キットレンズをつけてますけど、このレンズ交換ができるっていうのは画角とかねボケ具合など表現の幅が広がるのでかなり嬉しいです。今日はソニーさんからレンズもいろいろ一緒にお貸し出しいただいているので、それらを使ったね作例も紹介していこうと思います。これねペットとか撮るのもすごい向いてるということなので、被写体にはねこちらの今爆睡中ですけども、こたつにもね協力してもらおうと思います。はい、まず ZV-E10 のスペックを見ていきましょう。はい、こういった感じになっていて、センサーサイズは ZV-1 より大きい APS-C なので、ね、開けますとこんな感じで、これセンサーが入ってますけど APS-C なので、おしゃれな写真とか動画にしたい時には欠かせないボケ感を滑らかに綺麗に表現できます。あとセンサーサイズがこう大きいことで暗所撮影も綺麗に撮れます。あと有効画素数は約2420万画素、 4K 動画は 30p24p で撮れます。フル HD だと 120p60p30p24p で撮影できます。でスロー&クイックモーション S&Q ですね、こちらは1から 120fps で撮影が可能です。スローモーションは 120fps で撮れるので、おしゃれな Vlog とかってこうスローモーションもね対応してると思いますが、こういったね映像を撮ることもできます。こうスローになるとね雰囲気が一気に出ておしゃれ感が増しますよね。で外観ですけども、外観はねこのように非常にコンパクトで、重さはバッテリーとメモリーカードを入れても約 343g と結構軽いです。あと特徴としてはディスプレイがこうねバリアングルなので、こうカメラを自分に向けて撮影して自撮りをする時とかも写りを確認しやすいのと、まあね一方でこうファインダーはついてないんですよね。ただ僕は動画撮影する時にファインダーは覗かないで、大体ねこのディスプレイを見て動画撮影するので、まあ個人的にはねそこは全然気にならないかなと思います。こういう風に角度調整もできるので、正面を撮る時とかもこうカメラを構えて、ここのディスプレイをね自分が見やすい角度に設定して撮影すればいいので、むしろねファインダーがあるとこうファインダーを覗かないといけなくなってしまうので、こう低い位置で撮影したい時とかっていうのはねファインダー覗けないので、こうねディスプレイの角度が変えられたりとか、自撮りをする時にはバリアングルになってる方がね動画撮影する時にはね便利だったりします。はい、本体はこんな感じですかね。あ、そうだ、あとカラーはこちらはねホワイトですね。こちらのホワイトとあとブラックもあります。僕今までホワイトのカメラはこう手にしたこともなかったんですけど、これすごい可愛いですね。ホワイトはこんな感じです。少しサラッとした感触で、質感もすごい好きです。めちゃめちゃ可愛くないですか。あとこれモフモフはねこれ付属ですけども、風防ですね。ここにマイクがついてるので、このマイクのね風切り音が入らないようにするために、このウィンドジャマーっていうんですかね、風防、これをこういう風につけられます。これもね付属です。これもなんか犬みたいで可愛いですね。はい、そしてこちらの ZV-E10 のとても魅力的なところといえば、先ほど言いましたねこちらのレンズ交換ができるというところなので、レンズをいろいろ付け替えてみた作例も見てみましょう。はい、まずこちら焦点距離 10mm から 18mm のレンズをつけて撮っています。 10mm、18mm だと 35mm 換算でも 15mm、27mm とね超広角で撮れます。こうレンズの画角が広いと、このように自分以外の被写体もフレームに入れた形で自撮りをしようって思った時も自分以外の被写体も収めることができるので、これがね超広角のいいところですよね。
続いてこちらは 35mm の単焦点レンズで撮ってますけども、こちらねレンズが F1.8 とねかなり明るいレンズなので、こうボケもねすごい綺麗です。綺麗なボケを表現するにはこの F 値が小さいことと、あとはねセンサーサイズも影響してくるんですけども、 ZV-E10 は APS-C のセンサーサイズなので、まあ、スマホで撮るときよりもね滑らかにしっかりこう綺麗にボケます。あとオートフォーカス性能ですけども、これもね非常に高くて、リアルタイム瞳オートフォーカスは写真撮影の時はこうね動物の瞳にも対応してくれるので、瞬時に目にフォーカスを合わせてくれます。このあたりもね、お家のワンちゃんとかね、猫ちゃんとか撮影するときにもね、動き回る被写体もしっかり追っかけてくれるのでね、使いやすいんじゃないかなと思います。で、続いてこれはね、特徴的な魚眼レンズですね。レンズ交換ができることで、こういったね、絵も撮れます。あとこちらはマクロレンズで撮ってみました。普通ねカメラのセンサーから被写体までの距離って20数センチとかね、それぐらいがピントが合う最短距離のものが多いんですけども、このマクロレンズだと最短撮影距離がね 9.5 センチまで被写体に近づけます。なのでこんなにね近づいて鼻のシワとかまでねしっかり映像に収めることができます。はい、このようにレンズ交換ができるので、こだわりの映像とか写真を撮ることもねできます。あと冒頭でもお伝えしましたが、 ZV-1 にも搭載されている Vlog 機能とかレビュー動画撮影に適した機能っていうのがね、こちらの ZV-E10 の方でも使えます。実際にご覧いただきたいので、カメラをね今こちらに置きまして、 ZV-E10 のね映像に切り替えてみたいと思います。はい、今カメラを ZV-E10 に切り替えました。レンズは先ほど使っていた 10mm、18mm の広角レンズでね撮影しています。これ今 10mm にしてますけど、 10mm だとねだいたいこれぐらいの画角で写すことができます。ちゃんとこたつも入ってるし、いつもとね同じぐらい広々写せてますね。今商品レビュー用設定というのをねオンにしていますが、これをオンにしておくと、こういう風にレンズの前にレビュー商品とかを持っていくと、すぐにねフォーカスを合わせてくれます。今すぐフォーカス合いましたよね。今僕にフォーカスが合ってると思いますが、これをねこう持っていくと、こちらにねちゃんとフォーカス合いますよね。わかりますか？めちゃめちゃ早いんですよ。フォーカス合うのがすごい早い。まあ、今ね僕は顔出しをしていないので分かりにくいと思うんですけど、よく YouTube でレビュー動画とかを見ていると、レビューアーさんの目とか顔にフォーカスが合ってしまっていて、このね商品にピントが合っていないとかってねたまにあると思うんですけども、ああいうフォーカスの迷いとかっていうのがこれだとなくなって、こうねレンズの前に商品を持っていけばね、すぐにここにピント合わせてくれると。こういうところがねソニーの Vlog カムがいろんな YouTuber さんにね支持されてるところかもしれませんね。これねほんと使いやすいですね。あと背景ボケ切り替えスイッチというのもね試してみましょう。今これオンの状態なので背景がねすごい綺麗にボケてると思うんですけども、これを今オフにしてみますね。どうですか？今背景も結構ねくっきりしたんじゃないですかね。全体にピントが合ってるというか、もう一回背景ボケにします。はい、背景ボケましたよね。もう一回くっきり。これレンズの F 値が今4なので、 F4 だとちょっとねボケもそこまで強くはないんですけど、これがもっと明るいね F2 とかだと、もっと背景のボケっていうのがね極端になってきます。なのでフォーカスが合うエリアが手前にだけフォーカスが合うのか、背景までフォーカスが合うのかってことなんですけども、このねボケをこういう風にオンにすると背景が綺麗にボケて、オフ、背景の模型をくっきりするモードにすると背景までちゃんとピントが合うと、こういう切り替えもボタン一つでできてしまいます。あとこの音声ですね、音声も ZV-E10 のマイクで拾っています。結構ね綺麗に撮れてるんじゃないかなと思いますけど、どうですかね。でもっとこだわりたい方はこういうね外部マイク、こういうのをね取り付けることもできます。しかもデジタルオーディオインターフェース対応なので、ケーブルとかね繋がなくても、これをねインターフェースに差し込むだけで録音ができるっていうね、まあ、こういう僕がねいつも使っているソニーの神マイクと言われるね、こちらの ECM-V1M とか、あとは ECM-WBT という外部マイクもつけることができます。こういうのねつけられるっていうのもね嬉しいですよね。はい、こんな感じですね。 ZV-E10 のカメラからちょっと元のカメラに戻します。はい、カメラを最初のカメラに戻しましたけども、あとね ZV-1 と一緒に使ってる方も多いであろう GP-VPT-2BT ですね。こちら ZV-10 でも使えます。グリップタイプのリモコンなので、ここからね録画とかの操作もできますし、あとここがねこう
広げることで三脚にもなりますので、こう外で Vlog を撮るときなんかにもね、まあ、自撮りをするときとかもね、こういう風にバリアングルで画面を見ながら三脚を立てて自撮りをする、こういうのもねできるし、このまま持ってね、ほんと Vlog スタイルって感じでこういう風に自撮りをすることもできます。このねリモコングリップの GP-VPT-2BT、 これもねあるとねより使いやすくなるんじゃないかなって思います。はい、こんな感じですかね。いかがでしたでしょうか。このように ZV-E10 は簡単におしゃれな動画が撮れちゃいます。まあ、簡単とは言いながらもレンズ交換ができるので、こだわりの映像を撮りたい時にもちゃんとね対応できてるのでね、まあ、そのあたりもねぜひ試していただければと思います。こちら9月発売で価格も8万円ぐらいらしいので、このスペックにしてはねかなりお求めやすいんじゃないかなと思います。はい、今日はこちらのソニーから新しく発売するレンズ交換式の Vlog カム ZV-E10 のレビューをしてみました。もしこの動画が参考になったと思った方はぜひグッドボタンをよろしくお願いいたします。またねよろしければチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。本日もご視聴いただきありがとうございました。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。